気泡、シーバは本当に使えるのか、球速が心配だ。最初のリリーフ陣がバテる前に岩佐とかシーバとかその他に、3人使えるようになればよい。シーバなぁ、ほんまに使い物になるのかあれ。シーバはありゃ無理やろ。岩佐はもう球速戻らんのやろな、一度も剛速球けんせなかったシーバババよりマシやが、シーバはほんまに詐欺やわ。アメリカ行ってそれっきりとか、なんだかね。シーバは 140km 出ない時点で秋山以下。ドンデンの大失敗その1シーバの2指名、その2は開幕後発表。シーバはあれやけどゲラもここまでと思わんかったやろ。1個でも大当たり引けただけでも喜ばなあかんで。1個の当たりが、ドンによって使い潰される可能性があるのが怖いんよ。みんな良ければ心配しなくていいけど。そやで、野手でも投手でも1人出たらいい方やからな。投手ならゲラと岡留は戦力になりそうやし、野手は前川が完全に1軍に戦力としての足固めに入ったしな。もう1人ゲラ増える可能性があったのをわざわざ放棄したのはな。シーバは早手以下だろ。下手したら証言中のエースより落ちる。今年はほんま中継ぎおらんな。岩崎とゲラしかおらん。ゲラもまだ未知数なとこあるし。岡留おるがな、どうせ今年も出てくるやろ。石井、島本、桐敷なんかも去年の開幕には計算されてなかったやろ。岡留と鍛冶屋は、岡留防御率 0.00、鍛冶屋 2.25。岡留、桐敷、ゲラ、岩崎、鍛冶屋、島本、誰が入るのかよくわからん。岩貞は何しとるんや。わよ開幕来てほしいわ。昨日も島本石井を優先的に出して調整させたから負けただけやのに、雑音がひどい空岩崎ゲラ出してたら勝てたやろうけどな。そんなの成長がないわ。使えるリリーフの枚数が少なすぎるのが弱い。同点以上なら全部岩崎ゲラが投げる気か。桐敷桑谷岡留もオルシモン別も中継ぎ待機や、漆原石黒もワンチャンあるし、別にスカスカでもない。